本日はお忙しい中、ブルーレイと、ホームラブズの、共催ウェビナーにお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。すみません、遅れてしまいましたが、帝国になりましたので、ウェビナーをお開始させていただきます。本日のトピックなんですけれども、本日はブルーレイと、ホームラブズのウェビナーの共催となります。ホームラブズの、SLA プリンター、光造形プリンターのご紹介がメインと、なります。また最近新しく発売されました、ホーム3プラスのプリンターや ESD レジンもご紹介させていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。最後に質疑応答のお時間を設けておりますので、ご質問のある方は、ご説明させていただいた後の質疑応答時間でご質問ください。まず、はじめに、すみません、申し遅れましたが、私、ブルーレイでマーケティングを担当させていただいております、鶴健太郎と申します。よろしくお願いいたします。まず弊社ブルーレイのご紹介を簡単にさせていただきたいと思います。ブルーレイは2012年から 3D プリンターの事業を開始しまして、2015年からホームラブズ社と代理店契約を締結しまして、その際ホーム1プラスの販売を開始いたしました。現在ではもうホーム1プラスは販売しておりません。現在までホームラブズ社製品、プリンターの販売台数は1000台以上販売しておりますので、ブルーレイとしてはホームラブズ社のプリンター販売実績としては、十分あると考えております。弊社は 3D プリンターの販売だけではなくて、メンテナンスや修理といった技術サポートや造形サービスもしているのが特徴です。また本社にショールームもございますので、本日ご紹介させていただくプリンターの実機も実際にご覧いただくことができます。弊社の、ショールームとオフィスの場所なんですけれども、東京都の台東区に、台東区の、地下鉄の日比谷線の三ノ輪駅の近くにオフィス兼ショールームがございます。ここで技術サポートや造形サービスもしておりますので、ショールームでの実機見学をご希望の方はスケジュール調整させていただきますので、弊社の営業担当の方まで事前にご連絡いただきますようお願い申し上げます。最後に、現在ブルーレイで取り扱いのある 3D プリンターのラインナップを簡単に紹介させていただきます。今お見せしているこの図は、縦軸が価格、横軸がサイズや性能となっているんですけれども、弊社では低価格帯のデスクトッププリンターから高価格帯、サイズが大きいプリンターのデスクトップメタル社の金属プリンターまで幅広いラインナップでご提供させていただいておりますので、もし気になった方は、本日はご紹介できないんですけれども、弊社のウェブサイトの方をご覧いただきますようよろしくお願いいたします。本日はホームラブズ社のホーム3プラスですね、またホーム 3L、この 3D プリンターを中心にご紹介させていただけたらと思います。簡単ですが、弊社ブルーレイのご紹介はここまでにして、ホームラブズによるご紹介に移らさせていただきます。ホームラブズ社の須藤様、ワン様、よろしくお願いいたします。はい、
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。じゃあ、ちょっと皆様にはお待ちいただいている間に、簡単に私、自己紹介をさせていただきます。私、須藤圭介と申しまして、こちらのフォームラブズの日本法人、フォームラブズジャパンの方で、マーケティングマネージャーを務めさせていただいております。私もこのフォームラブズ、日本法人の方が2017年に立ち上がっておりまして、今年で5年目という形で、また日本法人新しい会社でございます。で、法人としてはアメリカの、本国の方が2011年に設立がされていまして、去年10周年を迎えて、で、実際にちゃんとした製品という形で初代機のフォーム1が、世に出てから、今年で10年という形になっております。またちょっとそういったところも合わせまして、ご紹介をさせていただければと思います。じゃあ、お話に進めさせていただきます。本日のアジェンダです。何を、どんな話を聞けるのというところですが、まず簡単にフォームラブズ私どものご紹介させていただきまして、であとはその 3D プリンターいろんな造形方式がございます。で皆さん導入されたり買い替え考えられたりするときにいろんな方式があってちょっと何かよくわかんないなっていうところもあったりすると思いますので、少しそういったあたりもご紹介させていただきます。で、我々この SLA と呼ばれる光造形の方式を採用しているんですけれども、フォームラブズとして特許技術を持っております。それがこのまたアルファベット3文字でややこしいんですが LFS というローフォースステレオリソグラフィーの略になりますが、こちらの、特許技術のご紹介で具体的にどういったメリットがあるのかというお話をさせていただきます。で、それを搭載したフォーム3が、今年の1月にフォーム3プラスという形でアップグレードがされましたので、どういうアップグレードがあって、ユーザー様にとってどういうメリットがあるのかというご紹介で、サイズの面でもう少し大型のパーツを作りたい、分割した造形をちょっとやめて、1回で作れるようになりたいよというニーズに応えられるのが次のフォーム 3L という大型機でございます。でさっき、鶴さんからもお話がありましたが、この ESD レジンというこれは主に電子部品の生産で使っていただくような形の材料なんですけれども、こちらの材料のご紹介をして最後に質疑応答という形で締めさせていただきたいと考えております。で本日のウェビナーでどういったことが学べるかというところなんですけれども、光造形、この SLA の方式の 3D プリントでどういったことができて、で、それを導入して内製化したらどんなメリットがあるのというところをご理解いただけたらと思います。フォームラブズという会社はアメリカのマサチューセッツ州の、ボストン近郊にありまして、ボストンからちょっと出たところですね。で、近くにもこういうボストンのすごい大きい有名な公園があります。で、こういうところで皆様ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、いわゆるマサチューセッツ工科大学 MIT ですね、そちらの MIT メディアラボにいた学生3名が立ち上げたというのがフォームラブズでございます。その創業者、今でも私どもの CEO として在籍しておりますが、こちらが、マキシム・ロボフスキー、あだ名マックスと申します。で、我々フォームラブズといたしましては、本拠を置いているのがマサチューセッツ州のソマービルというところですね。で、マキシム・ロボフスキーが今現在 CEO としてとどまっておりまして、年商がグローバルで、1億8000万ドルですね、失礼いたしました、ございまして、樹脂の 3D プリンターではグローバルで第3位のシェアを、持っております。で、日本法人の設立、先ほど申しましたように2017年にありまして、我々が今オフィス構えているのが品川区の北品川というところにあります。で、我々フォームラブズといたしましては、デジタルファブリケーションの裾野を押し広げて誰もが簡単にものづくりを行える世界を実現するというのをビジョン・ミッションとして掲げておりまして、こちらの方はただのお題目ではなくて、我々のフォームラブズ製品は実際にこれまでになかった価格帯で、これまでになかったほど簡単に操作ができるというところを設計理念としてプロダクトの開発を行っておりますので、例えば我々フォームラブズの製品すべてタッチスクリーンのパネルがついてるんですけれども、ちょうど iPhone みたいに特に説明書を読んでいただかなくても、そのタッチスクリーン上で操作すれば必要な操作がすべて網羅できると
というような設計になっております。またもう一つの特徴は、これもあの iPhone なんかのスマートフォンと同じなんですが、まあ、プリンター、その後の後処理機も含めて、購入いただいた後、あのファームウェア、いわゆるソフトウェアのアップデートによって、あの機能が向上をし続けるというところの特徴がございます。でもそういった理念をプロダクトの中にいろいろと満載して、皆様にお届けをしているというのが、我々フォームラブズでございます。で、今のところこちらで発売しているプリンターの方のお話なんですけれども、向かって左側のこのグレーの機体、こちらですね。これがあの粉末焼結積層造形という、あの粉体にレーザーを照射して、まあ、熱で溶かして形を作っていくというタイプの 3D プリンター、フューズ1と申します。で、本日テーマにしておりますのが、こちらの SLA、光造形の方ですね。まあ、こちらがフォーム3、フォーム3プラスになっておりますが、でこちらの白い方、まあ、何が違うのというと、こちらがあの生態的合成の材料に対応しているというものになっております。でその右側、こちらが大型機のフォーム 3L と、いう形になっていまして、まあ、最大の造形サイズが体積、容積にしまして、まあ、この従来機と比べて約5倍という形になっております。で今、私ども材料もすべて自社で開発しておりまして、まあ、現在トータルすればすべてで35種類以上、3D プリント用の材料をご提供しております。まあ、ただちょっとあの法律面での違いなどもありまして、日本ではまだ発売されていない、レジンであったりもございますので、まあ、あの35種類全部が国内でご入手いただけるというわけではないんですっていうところがちょっと今申し訳ないところでございます。で、まあ、レジンの種類としましても、まあ、あの多用途の汎用レジン、いわゆるスタンダードレジン、でそこからエンジニアリング用だったり、まあ、歯科であったり、メディカル用のレジン、であの宝飾関係、ジュエリー用のレジン等を幅広く取り揃えておりまして、まあ、特にエンジニアリング用のレジンに関しては、まあ、例えば射出成形の金型で使っていただけるようなものであったり、まあ、あとは、そうですね、ゴムライクなものであったり、まあ、よく聞かれるものとしては ABS のような物性を持っているものはないのということを聞かれますが、そういったものも取り揃えております。で、まあ、幅広い用途業界で採用されておりますというところと、まあ、実際のタイムラインとしては先ほど申し上げましたように、まあ、2017年に日本法人できているんですけれども、まあ、2012年に、フォーム1が正式に製品として発売開始されて今年で10年という、まあ、この10年でフォーム3プラスというものが、発売をされております。で、まあ、今まで世界累計8万台以上販売をしておりまして、まあ、そこから造形されたものが今現在、9000万点以上パーツを造形されていると。でまあ、の台数というところでフォーカスして考えると、我々世界で一番販売台数が多いメーカーでございます。まあ、それは先ほど申し上げた価格の面にも後押しされてのことだと思うんですが、まあ、いろんな業界のいろんなメーカーさんに採用されているという実績がございます。で、まあ、3D プリントの方式というところで、お話をさせていただきますと、まあ、あのここにないものがたくさんあるんですが、代表的なものをかいつまんでお話できたらと思います。先ほどあのブルーレイさんも取り扱ってらっしゃるアルティメーカーさんの、ものなんかは、この左側の FDM という方式になります。で、我々採用しているのがこの光造形という方式で、光造形の中でも大きく分けて3つ今方式がございます。で、我々はこの SLA というものなんですが、まあ、この光造形3つ何が違うのというところで言うと、まあ、これはあの液体のレジンを使うというところは3種類とも共通しています。で、この液体のレジンは光硬化性樹脂という種類になっておりますので、まあ、紫外線光を当てることによって硬化するという物性を持っています。で、その紫外線光をこの SLA はレーザーで、この今私が動かしている赤いポインターのように、まあ、点で造形をしていくという形になります。で対して DLP の方は、プロジェクターを使って紫外線光を液体レジンに当てます。
で、この LCD という方は、LED からの光をこの液晶パネルを通して、レジンに当てていくと、そういった違いがあります。で、特にこの LCD というのは近年出ている小型の光造形の 3D プリントではかなり増えてきておりまして、特にあの中国の深圳で作られているものでは非常に多いです。で、背景になっている理由としては、スマートフォンで、液晶の技術というのが、大量生産されておりますので、非常に安価に入手ができるというところになっております。で、この FDM と光造形のものを比べると、一般論としては、光造形の方が精度であったり、表面の滑らかさというところ、特によく言われるのが積層根と言われるものですね。FDM はこの熱で溶かしたフィラメントと呼ばれる材料を押し出して、で積層をしていくという、イメージとしてはこうマヨネーズなんかをぎゅーっとこう回して、こう縦に重ねていくようなイメージですね。で、これに対して光造形の方は表面が非常に滑らかに仕上がるということで、どちらも一番多い用途としてはやはりメーカーさんなんかの試作の用途だったりとか、あとはモデル関係、フィギュア関係みたいなものにも使われたりいたします。で、光造形の中でも DLP、LCD に関してはプロジェクター使う、液晶を使うというお話をしましたけれども、解像度というところが精度のネックになってきます。で、デジタルのデジカメで撮った画像なんかをずっと拡大していきますと、四角いモザイクみたいなピクセル状のところまで拡大ができると思いますが、この DLP、LCD に関しても同じことが言えまして、DLP に関してはプロジェクター自体の解像度に依存します。で、LCD に関しても液晶パネルの解像度に依存します。で、この LCD に関しては特に液晶パネル、最近スマートフォンなんかではかなり解像度が高くなっておりますので、安価で、非常に滑らかなものを作るというところでいうと、この LCD 非常に人気を集めております。ただ話題の工業用と産業用というところに移すと、やはりこの LCD の解像度でもっても SLA の解像度には及ばないというところがありまして、精度であったり表面の品質であったり、そういったものが求められる用途にはこの SLA、特に消費者向けの製品なんかに関しては最終用途の方に、最終製品の方にもご利用がいただけるというものになっています。で、最後この SLS というものは、粉体に対してレーザーを照射して一層一層、層を重ねて造形をしていくという方式なんですけれども、考え方としては金属の 3D プリンターと同じような、造形方式になっております。で、特徴としてはこの粉体の塊の中で造形していくようなイメージになりまして、周りのパウダーがその造形物を支えてくれるという形になりますので、サポート材がいらないという大きな特徴があります。で、こちらの SLS に関してはプロトタイプの中でも機能確認用のプロトタイプだったり、もしくは生産用のジグ、そういうところまではこの SLA でもカバーできるんですが、SLS の方はこの光造形のこの3タイプと違って紫外線というところが関係ないので、日光が当たる環境でも UV カットの塗料なんかでコーティングする必要なく、非常に長い期間高い強度を持って使っていただけるというところで、最終製品にもご利用いただくという動きが広まっている方式です。新しく 3D プリンター購入されたりですとか、買い替えを検討されている方いらっしゃいましたら、そういったところも含めてこのブルレイさんにご相談をいただけたらと思います。で、その SLA の特許技術 LFS というところなんですけれども、この LFS テクノロジーとはというところでお話ししますと、この小型の光造形が、今はこの上から光を当てているようなアイコンになっているんですけれども、実際は上下逆さまで造形をします。非常に大型のものになってくると、この上下逆さまにしていないんですけれども、基本的にはレジンタンクと呼ばれるタンクに対して、下から光を当てて作っていくという反転方式が、このデスクトップ型の小型の 3D プリンターの特徴になっています。で、これに対して、技術的な課題みたいなものが2つありまして、1つは剥離力。実際に剥離力というと分かりにくいんですが、レジンタンクの底から造形物を剥がすっていう時に、造形物全体に応力がかかりますので、それをもとに造形物にたわみが出たり、形状であったり寸法であったりの精度が落ちてしまうリスクがあるというところが一つの課題。
もう一つがそのレーザーを照射する角度というところに課題がありました。この2つを一挙に解決しようというところが我々の特許技術になっておりまして、1つ目の剥離力というところは、これがビルドプラットフォームといわれる造形面なんですが、これに上下逆さまの状態で造形をしていきます。で、ここにレジンタンクがありまして、液体のレジンがこうやって溜まっている中に下からこう光を当てていくんですけれども、この造形が一層終わって次の層の造形に移るときに一度このビルドプラットフォームを持ち上げられて、このレジンタンクの底からこの造形物がバリッと剥がされる状態になるんですね。でそこでその剥離される際に大きな力が造形物全体にかかってしまうと。で実際に我々の全世代の機械フォーム2でどうしていたかというのを今動画でご覧いただいてるんですけれども、一層造形終わるとビルドプラットフォームを上げて上に外します。でこの時レジンタンクの底から、造形物を剥がされる際に、結構な力がかかってしまうと。でこれがどうなったかというと、一気に剥がすということもなく徐々に剥がしていくというやり方にも変えているところはあるんですけれども、実際に剥離力が10分の1になっているという形になります。でこれだけでは非常に分かりにくいので、こっちのアニメーションでご説明いたしますと、レジンタンク自体をまず下をフィルム状のフレキシブルなものに変えています。フォーム2の時はこの下もアクリルの硬い樹脂だったんですけれども、今こういったフィルム状の柔らかいレジンタンクになっています。で今下で LPU が動いて造形をしているという形なんですけれども、こうやって何回か反射させて真下から常に照射をしつつ LPU 自体が動いて、垂直に光を照射するというところと、このタンクの底がフレキシブルになっているというところで、実際にビルドプラットフォームを上に持ち上げた時に、全体にこうビリッと剥がすときの力が非常に10分の1まで低減されるというところで、この剥離力の問題を解決しています。で実際にそれでどういうメリットがあるかといいますと、やはり精度が向上する、例えばネジみたいなものが搭載されているパーツを作るときなんかは効果は適面になってきます。で次に最終製品用のパーツとしてもやはり精度が高いので、例えばその射出成形なんかの成形品と比べても遜色ない精度で造形がいただけるようになりました。あとは精度といえばこういったジュエリー関係のような非常に細かいものというのも 3D プリンターで十分に対応できるようになっています。で実際にクリアという透明のレジンで作ったものをフォーム2の時代はこういった形になってましたが、フォーム3になって LFS が搭載されたことでかなり透明度が上がっています。で実際に内部を確認する透明なパーツ作られるときってもっとこの壁が薄いもので皆さん作られると思うので、実際今この正方形での直方体という形で作ってもこれぐらいの透明度になるということで、LFS の優位性というのがご説明できればと思います。先ほど少し触れてしまったんですけれども、こういったのレーザーの照射角度ですね、フォーム2、全世代機のレーザーの照射というのはこういった形になっておりまして、実際LPU はこういう形で、実際にこう造形をしていくんですけれども、今これと比べていただくのが一番いいんですが、こう何回か反射をして真下から常に当たるという状態になっています。常に垂直に照射するということです。で、この図を見ていただくと分かりやすいんですが、レーザーというのは非常に硬い光になっておりまして、こういう下からこうレーザーが当たるんですけれども、例えばキュウリなんかをこうイメージしていただくと分かりやすいんですが、垂直にスパッと切るとこういう断面はまん丸ですね。で斜め切りにしたときに断面がどうしても楕円になります。で、LPU というのはその 3D データの形を作るために、このまん丸の状態で造形物に当たって、データ通りに造形ができるという想定で造形をしていますので、当然この断面が楕円になってしまうと、その分精度が落ちてしまいます。で、これを起こさないために常に真下から LPU 自身が動いて、プラス先ほどのガルバのミラーでの反射なども含めて、常に垂直の角度で照射をするということで、最高級といいますかね、最高水準の精度というのを実現しているという形になります。
まあ、当然やはりその精度というところから得られるメリットが大きく、まあ、お客様の方でも、まあ、あのコンセプトモデルの最初に、まあ、形にしてみようというようなくらいのプロトタイピングから、まあ、あの量産前の機能確認のプロトタイプであったりというところまで幅広くご利用がいただけるようになっています。で、フォーム3プラスという、これが今年1月に発売された新しい機体なんですけれども、まあ、この LFS 技術自体がさらに向上して、フォーム3から、機能向上がされています。で、まあ、具体的にどういった機能向上をされているのというお話で、2つの軸でお話できたらと思います。で、1つ目はソフトウェアの方での改良点。で、ソフトウェアでの改良点というのはイコール、今現在フォーム3従来機を使っていらっしゃる皆様の方でもソフトウェアのアップデートによって得られるメリットとして聞いていただければと思います。で、結論から言いますと、造形スピードが最大 40% 向上しています。これはあのフォーム3でもあのソフトウェアのアップデートによって、体感いただけるメリットです。理由としては LPU の出力自体を向上しています。で、まあ、これは実際造形するときの、稼働中の出力というのがソフトウェアで制御しているんですが、まあ、その出力を、向上しています。で、次に LPU の動作速度、まあ、これはもう文字通りそのままなんですが、造形するときのこの LPU の動き自体を高速化しているというところで、当然それによって造形スピードも向上いたします。で、次にサポート構造が今ご覧いただいているような複雑な構造だったものから、若干このラティス構造を簡素化しまして、まあ、このサポート構造の簡素化によってもやはり造形時間というのが変わってくるというところになっております。そして、まあ、この今、ライトタッチサポートと我々呼んでるんですけれども、まあ、こうやって簡単にひとひねりするだけで剥がれる。という、まあ、サポート材の構造になっていて、まあ、それがどうしてかというと造形物とのこのタッチポイントを、非常に小さくなっております。で、それを今回さらにソフトウェアのアップデートによってこう鉛筆を削るみたいな形で、さらに小さな設定になっていますので、まあ、先ほどこう見ていただいたようにこうひとひねりしただけで簡単に外れるという形になっています。あとは、スリープモードが今回搭載されましたので、まあ、これもソフトウェアのアップデートでやっていただけるんですが、まあ、あの電源を落とさなくてもスリープモードにして退社していただけたら、あの消費電力を節約できますという地球に優しい機能でございます。で、ソフトウェアのアップデートは以上なんですけれども、次にハードウェアの、方ですね。まあ、実際の、プロダクト機体の方、まあ、こちらのハードウェアに関しては3プラスでしか、体感いただけないメリットとなっています。で、1つ目が LPU の安定性向上というところでお話しさせていただけたらと思うんですが、まあ、こちらの右側にその LPU があるんですけれども、まあ、こちらは若干あの LPU の設計を調整を加えておりまして、まあ、安定性というぐらいなので、まあ、この LPU が非常に早くこう動きますので、当然こう切り返しの時だったり動く時に力がかかるわけですね。で、これで力がかかることによって多少この搭載されている固定されているレーザーなんかがこう少し揺れたりしてしまうと、これは当然精度に関わってきます。で、これがまあ中のあのカムのフォロワーというところをスライダー形式の設定に変更しておりますので、まあ、それによってまあ LPU の安定性が向上しているという形になります。で、具体的に言いますと、1層造形が終わって次の造形に移るときなんかのスピードも向上しておりますので、プリント自体のスピードはソフトウェアアップデートでカバーしているんですが、まあ、1層造形が終わって次の層に進むまでの速度というところはこちらでカバーしております。で、まあ、それが実際に精度というところ先ほど触れて、このフォーム3で見ていただいてたこういうところが実際どれくらい変わるかというと、まあ、この右側のような形で、クリアのものが、精度というところで変化が見られます。で、まあ、実際にあのスピードというところだけではなくて、その造形品質というところも、まあ、3プラスになって向上しているとご理解をいただければと思います。で、あとは初期層のパフォーマンスの向上というところで、まあ、実際にこ の, あのビルドプラットフォームというこの造形面ですね、まあ、これあの逆さ向けてるんで上下あの正解になってるんですけど、造形するときはこれが上下に反転する形で、造形します。その
ためにこの造形面にこの造形物をくっつけるための初期層というのが必要になってきます。で今回ハードウェアの方のアップデートで、いろんなコンポーネントの位置調整なんかを行ったことによって、これほど の分厚い初期層を作らなくてもちゃんと造形物を造形面に固定ができるようになっておりますので、これもスピードに関係してきます。どういうスピードかといいますと、この初期層をうんと作ってから造形物を作っていくというプロセスになるんですが、ここの初期層を作る時間が短縮できますので、造形物の造形に着手するまでの、スピードが速くなる、造形開始までのスピードが速くなるというのが、こちらのアップデートです。で次に、3D プリント開始する前に、余熱プレヒーティングをするんですけれども、この温度管理温度制御ですね、こちらの方の機能もアップデートが入っておりまして、より、リアルに、温度を測って管理ができるようになっているというところもありますし、実際にその造形が開始できるまでの温度に到達する速度というのも速くなっています。で、ちょっとまとめ的にハードウェアのアップデート、ソフトウェアのアップデートでおさらいをしたいんですが、 3D プリント自体造形物を作っていくという速度に関しては3も3プラスも変化はありません。同じです。でただ3プラスの方での機能向上はこういった造形が開始されるまでのスピードであったり、ワンレイヤーの造形が終わった後、次のレイヤーに移るまでのスピードが速くなっていたり、そういったトータル面でのスピードというところで言うと、フォーム3プラスの方で実現がなされているというふうにご理解をいただけたらと思います。で合わせまして発売されたのがビルドプラットフォーム2です。これが、今までのビルドプラットフォームと比べて、非常に、剥がすときに楽になるというものになっていまして、今世界的に非常に多くご発注を問い合わせいただいておりまして、今ちょっとご発注はいただけるんですけれども、少しまだ今ちょっと生産が追いついていないという形になっておりまして、メーカーとしては非常に申し訳ないんですけれども、ご紹介だけ少しさせてください。この動画で一目瞭然なんですが、向かって左側が従来のビルドプラットフォームです。こういったヘラみたいなもので剥がしていただく必要があります。でただ造形物の形によってはこうやって体から離す方向に力を入れていただきたいんですが、どうしてもこう横向きに力を入れたりすると本当手前側にこう力を入れないとうまく力が入らなかったりしてしまって、造形物自体がこういったヘラで損傷してしまうリスクもあるんですが、人が怪我をしちゃうというリスクもありました。で、それをなんとか解決しようということで、非常にシンプルな発想なんですが、このビルドプラットフォーム2というのを開発しておりまして、このハンドルを内側にギュッと、締めていただくと、この造形面がたわんで、こうやってモデルがそのままストンと落ちてくるという形になっています。で一部例えば我々のフレキシブル ATA であったりエラスティック 50A という柔らかいレジンだったりすると、こうやってたわませてもそのままこんな風に落ちてこないので、ちょっとヘラで触っていただく必要があるんですけれども、おおむね我々も今オフィスで造形をしていて、こういう形で非常に簡単に剥がすことができます。時間と手間というのは非常にこれでセーブできるという形になっております。実際に一気にストンと剥がすことができますので、そのまま同じ材料だと次の造形をすぐ開始できるというところで、お客様からのフィードバックもいただいております。造形物の材料であったり形状であったり様々かと思うんですけれども、あらゆる形状で非常に楽に取り外しをしていただけますというところで、ビルドプラットフォーム2のご紹介でした。で、こういった造形のワークフローというところに関しても、今日、お話聞いていただいている皆様、ほとんどの方ご存知かと思うんですが、デザインをして 3D プリントをして終わりましたら、光造形溶剤で、洗浄を行うことが必要です。で、その後、ビルドプラットフォームごとこの、フォームウォッシュに入れていただいた場合は、その後で造形物を取り外す。で非常に細かかったり、このビルドプラットフォームこと入るほどこの溶剤をたくさん使いたくないときは、もうこのプリントが終わった後に外していただいて、このフォームウォッシュの中のザルみたいなネットがついてますので、その中で洗っていただくという形になります。
で、次に、ウォッシュが終わったらキュアという形で二次硬化をしていただくんですが、まあ、この前にサポートを取り外すのか、この後でサポートを取り外すのかというのは材料であったり形状であったりによって、まあ、判断が分かれてきます。でまあ、こういう剥がすときに少し力が加わりますので、まあ、すごく細かい造形物であったりすると、まあ、キュアをした後、まあ、強度がちゃんと上がった後で剥がしていただいた方が安全ですというような形になります。で、まあ、こういった形でフォーム3プラスの無償のサンプルパーツのご請求もいただけますので、まあ、この後ご紹介する ESD レジンに関してもサンプルパーツご請求がいただけます。まあ、3プラスの次に大型機の方の 3L のご紹介です。まあ、簡単に言いますと、フォーム3、フォーム3プラスで分割造形が必要だったものが1回で造形がいただけるということになっております。先ほど容積にして5倍というお話ししましたけれども、具体的に数字で言いますと 335×200、高さが300という最大造形サイズになっています。で、まあ、当然大型パーツを1回で造形してしまいたいという時も使っていただけますし、また細かいパーツをバッチ生産したりということも可能なので、まあ、よく試作をするときに少しずつ設計変更をしていろんなパターンで試作をされるということがあると思うんですが、まあ、そういう複数パターンの試作をするときも、まあ、サイズによっては1回でいろんなパターンの造形が行えるというところにメリットがございます。で、あとは、まあ、直感的に操作いただけるであったりとか、まあ、24時間休みなくリモートでもプリントできるんだというところは、フォーム3と共通した機能がありまして、で、先ほどからご紹介をしておりました LFS という我々の特許技術ももちろんこちらのフォーム 3L の方にも搭載をされております。フォーム 3L の方は、まあ、大型の造形するので当然時間がかかります。で、時間がかかるというところをできるだけカバーするために、まあ、LPU が、フォーム3は1機なんですけれども、フォーム 3L の方は2機 LPU が搭載されておりまして、まあ、大型の造形物作るときでも、できるだけ高速で、造形ができるようにという形で、配慮された設計になっております。こちらの方で 3L のメリットというところをご覧いただけるためにケーススタディをご紹介しようと思うんですが、登山であったりスキーであったりっていうのが好きな方でご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、ブラックダイヤモンドというブランドがあります。で、まあ、こちらで登山用の雪かき用のシャベル、まあ、これがシャベルの先の方と柄の部分と、まあ、こちらの持ち手のところと3つのパーツに分かれるんですが、まあ、これなんかはフォーム 3L で作っていただいているというような形になっています。で、まあ、こうしたヘルメットなんかに関しても同じなんですが、まあ、こういった試作をですねで使っていただいているんですが、 3D プリントを内製で作るメリットとして、こちらでご紹介したいのがこちらです。まあ、一つはコスト、一つは時間というところなんですが、まあ、外部委託で 3D プリントをされている場合、まあ、これ早い方だと思うんですが、まあ、このブラックダイヤモンドさんの事例では7日間かかりました。で、内製化した時にそれが3日間になりましたと、まあ、半分以下ですね。で、単価にして、まあ、48,800円だったものが約13,000円という形で、コストも期間も非常に短くなっています。で、まあ、これが 3D プリントではなくて、マシニングの削り出しなんかで試作をされている場合は、まあ、所要時間としては、まあ、2週間ほどかかったり、コストの方もまあ20万30万かかってしまうというお話もよくお客様からお伺いします。なので、まあ、実際 3D プリントを導入される、もしくは買い変えられるという時には当然プリンターのコストがかかりますので、初期投資が発生しますよね。で、まあ、その初期投資のコストというのが、まあ、これだけ差があるというところで、まあ、我々試算をよくするんですけれども、まあ、大体3ヶ月ほど普段から使っていただいているお客様であれば、まあ、その初期費用というのは定義していただけるという形で、我々皆様にご提案をしております。で、まあ、こちらのバイタルオートさんという会社、ヨーロッパ、イギリスの会社なんですけれども、まあ、車、自動車のメーカーさんに対して試作の製作というサービスを行ってらっしゃる会社さんです。
で、まあ、こちらでも 3L 導入をいただいておりまして、まあ、あの非常にあの推奨設定なんかもタッチスクリーン上で全部操作ができるので非常に簡単であると。で、後でもまたご紹介しますが、後処理の方のウォッシュ L、キュア L という、まあ、これがウォッシュ L、 この電子レンジみたいな方がキュア L なんですけれども、まあ、こちらの方も、機能が非常に向上しておりまして、まあ、そちらの方にも対してもご満足をいただけているという形です。で、次にこのタペストリーという会社は、まあ、あのアパレルの方のコーチだったりケイトスペードというブランドの親会社になるんですけれども、まあ、こちらの方でもご利用いただいていて、まあ、今例に挙がっているのがあのシューズのソール部分ですね、まあ、これコーチのロゴが見えておりますけれども、まあ、こういうところ の、 あの、まあ、試作をしていただくというところであの非常に分かりやすいものが、できてくると。まあ、あの靴なので、まあ、大きければ30センチほどこのソールがありますので、まあ、そういうものも 3L であれば1回で OK がいただけるという形でございます。で、まあ、コストと時間というところで言いますと、今こちらで出ているように、まあ、このこういった形の軸で、まあ、あのタフ2000のレジン、あの非常に強度が高いものですが、まあ、これで33時間約8000円、でこのヘルメットを作っていただいて8時間で約1万円というような形になっております。で、まあ、こういったノズルなんかはこの高さがありますので 3D プリントは造形物の高さによって所要時間が変わってきます。なのでこれ縦で作ってしまうとこれくらいの時間がかかってくるという形になっています。で、まあ、ワークフローとしても、先ほどご紹介した、まあ、デザインしてプリントしてウォッシュしてというようなものと同じなんですが、プリントができたらこういう形で、取り出していただいて、この次に、このウォッシュ、フォームウォッシュ L の方にビルドプラットフォームごと入れていただくことができます。でちなみに今これ、画面で実際やっているのが我々の CEO のマックス・ロボフスキーですね。で、まあ、このウォッシュが終わったら、この次は、二次効果という形になるんですが、まあ、こちらの、ウォッシュ、ごめんなさい、フォームキュア L の方で、まあ、こうやって入れていただいて、でキュアの方は、まあ、材料ごとに最適な温度と、二次効果時間の設定があらかじめ入っていますので、まあ、使っていただいた材料をタッチパネルで選んでいただいて、あとはそのまま放っておけば二次効果を、やっていただけるという形です。二次効果に関しましては、こういった、まあ、機械がなくても太陽光にさらしておけば二次効果していただけるんですけれども、まあ、やっぱりあの太陽光なので、まあ、その温度であったり時間であったりっていうのを完全にコントロールするのが非常に難しいというところもありまして、まあ、このウォッシュに関しても同じことが言えるんですが、まあ、後処理機を導入していただくことで、まあ、誰が作業しても同じ品質で一貫した後処理ができるというところで、まあ、メリット感じていただけるかなと。あとは洗浄に関しては特にそうなんですが、あのほったらかしというわけにはいかないので手作業の工程が減るというところで、まあ、省力化にもなってきます。で、まあ、あの材料のお話が少し出てきましたので、まあ、少しこちらでご解説をしておきますと、まあ、我々のホームページのエンジニアリング用レジンというところのページを見ていただくとこのチャートがご覧いただけます。で、まあ、代表的なものだけご紹介しておくと、まずこのリジット典型というレジン、まあ、これ一番剛性が高い材料になっていまして、まあ、射出成形の金型なんかでよく使っていただくものです。で見ていただける通り引っ張り弾性率や曲げ弾性率が非常に高いので、まあ、引っ張り応力であったり曲げの応力に対して非常に強い強度を持っていると。で対して伸び率がほぼないという形になりますので、まあ、これが意味するところは曲がらないという形になります。で熱たわみ温度も射出成形の型で使っていただけるだけあってかなり高いところまで高温まで耐えることができることになっています。でプラスここに一つ飛び出てるオレンジがありますが、これはハイテンプというもので、まあ、これも例えば熱成形なんかの金型に使われたりする材料です。であとはこちらですね、衝撃試験に一番強いのがデューラブルというこちらの材料になっておりまして、まあ、名前の通り非常に頑丈なレジンになっています。で、まあ、これに関しては、まあ、頑丈なものとして他にタフ1500とタフ2000というものがあるんですけれども、まあ、このタフ2000なんかに関してはよくお客様にあの言われる ABS に非常に近い物性を持っているというものになっております。まあ、ちょっと今日はそれほど材料に深入りはしないんですけれども、まあ、あの引っ張り
係数というところで言いますと、これは二次効果をするかしないかというところですね。まあ、実際二次効果をしていただくことによって引っ張り係数が 83% も上昇しますよというところがございます。なので、まあ実際二次効果を行っていただくのといただかないのでは物性にかなり差が出てきますので、まあ、あのハイテンプのレジンでいうと二次効果するとしないではこれだけ熱伝わり温度が変わってくる。でまた、その引っ張り、引き裂き強度の方ですね。まあ、これに関してはフレキシブルのレジンで、まあ、これほどの差が出てくるという形になっています。で、まあ、あの二次効果というのは、やはり最大限の機械的特性を引き出しますというところですので、まあ、あの試作なんかでも機能の確認なんかに関しては必要だと思いますし、最終製品で使っていただくときには特にもっと大事になってきます。まあ、こういうところで二次効果というのが特に後処理機使っていただいて、まあ、一貫した品質で二次効果していただくというのを強くご推奨をしております。では、ちょっと時間が押していますので、少しここで宣伝なんですが、今現在、我々フォームラブズ、ブルーレイさんと一緒にキャンペーンをしております。で今あの、フォーム2をお使いのお客様、特になんですけれども、今あの、フォーム3であったり、このフォーム 3L であったり、まあ、フォーム3プラスですね、にアップグレードしていただきますと、お得な特典がございます。でまた、この2つ、左側と右側、併用いただけるんですけれども、このクイックスタートキャンペーンという方では、まあ、あの特にこの L 購入いただいたりすると、まあ、最大結構10万近くなるんですけれども、レジンタンクと、レジン2本、お付けすることができますので、まあ、非常に今、お得に、導入いただける期間となっておりますので、まあ、こういったところ、詳細はまたブルレイさんの方に、お問い合わせをいただけたらと思います。で最後に ESD レジン、こちらの商品のご説明です。実際 ESD というのは何かというと、静電気に対しての対策ですね。でお使いいただくシーンとしては、あの電子部品であったり半導体チップなんかの、まあ、生産ラインで使っていただきます。でまあ、当然あの、静電気がこういったあのプロダクトに流れてしまいますと、まあ、それで製品がダメになってしまうというところがありますので、まあ、今ほとんどの、メーカーさん、金属の削り出しで、まあ、こういったあの ESD の対策というのをしておられます。まあ、皆様はよくあのご覧になるかと思うんですが、家電製品 の, あの電気のプラグについているアース線ですね、まあ、あれとちょうど同じ考え方で、まあ、こうやってあの実際どこかの面を地面に設置して使っていただくという形になります。で、まあ、こういった形で置いていただくことで、まあ、静電気がこう伝わってきたときも、まずこの ESD 対策材料が、その静電気を吸収して地面を伝わして、その静電気を逃がしてくれるという形になっています。でまあ、こういったの電気を通す、通さないというところでいうと、いろいろと材料の分類があるんですけれども、あのこの ESD 対策材料というのは、こちら の, あの導体に近いところ、つまり電気を通します。絶縁体ではありません。でこの電気を通すがために、その電気を逃がすということができるんですが、まあ、その電気を逃がすというのも導体のようにそのままもろに通してしまうのではなくて、まあ、ゆっくり、逃がすという形でイメージしていただけたらと思いますので、まあ、実際にあのこういった形で電気を近づけると、電気通さないものは当然あの弾いてしまうので、これが全部製品の方に流れていってしまいます。で、まあ、ESD レジン使っていただくと、その ESD レジンで作ったものの方が、まあ、先にあの電気をこうやって吸収して逃がしてくれるという形になりますので、まあ、実際にお客様の製品であったり基板回路というものが保護できるという形になります。でまあ、物性の方もテクニカルデータシートをお出ししてますので、それで詳しくご覧いただけるんですが、まあ、あの表面抵抗率というこのデータが、まあ、こういった ESD 対策の材料の性能を評価する上で非常に重視される数値です。で、まあ、あの今は競合といいますか、他社の 3D プリンターメーカーさんでも ESD 対策材料を出してらっしゃるメーカーさん、ストラタシスさんなんかは出されてるんですが、今のところ我々この ESD レジンは、まあ、他社のこういった材料と比べても、まあ、表面抵抗率に関して非常に優位性がありますので、まあ、あのこの表面抵抗率であったりあの材料の強度であったり、まあ、そういった面で非常にあの優位性があるお使いいただきやすい材料かなと、考えております。
で、まあ、この ESD レジンですが、フォーム2では恐れ入りますが、こちらをお使いいただけない材料となっています。で、積層ピッチ50と100に対応しておりまして、まあ、対応しているタンクという形もフォーム3用のものでも、フォーム 3L のものでも対応しておりまして、まあ、洗浄時間や二次硬化設定、まあ、こういう形になっています。で、まあ、メーカー希望小売価格なんですが、まあ、26,400円の税込み価格。で、まあ、実際お客様にご購入いただける価格は、ブルレイさんの方にお問い合わせいただければと思います。用途としましては、まあ、実際こういったPCB ボードに何かするよという作業の時は、こういったホルダーに使っていただくことができます。あとはハンダ付けであったり、配線をするときに使われるジグだったりとか、まあ、プログラミングの時のジグであったりとか、まあ、そういったもの、あとこの半導体チップのトレイであったり、まあ、こういうプローブ単色紙ですね、まあ、これのホルダーであったりというところでお使いをいただけます。まあ、よくこれ一人で単色紙使って作業していると、まあ、この作業をしながらこう記録をつけながら作業をするということを聞いたりしますので、まあ、これでこうやってホルダーを使えたら両手が使えるようになるということで、現場では非常に便利だよというお話もよく聞いたりいたします。で、あとは実際静電気対策なので、まあ、細かいホコリであったり粉末が舞っているような環境で使われるものなんかに関しても、まあ、表面を汚したくない、まあ、そういった粉末が付着したら困るという時にも、もちろんご利用がいただけます。で、まあ、最初に申しました通り、機械加工で、まあ、作っている場合は製作期間のコストも非常にかかってしまうんですが、まあ、内製でこの ESD レジン使っていただくと、まあ、当然プリントすれば当日中にできますし、まあ、コストも材料費だけで済みますので非常に、安くつきますと。まあ、基本的に 3D プリントであっても削り出しであっても、まあ、外注をした場合にコストが非常にかかってしまうというのは、まあ、その外注先でのオペレーターの方の人件費が、まあ、全部請求の金額に乗ってきてしまうからというところも非常に大きくなっています。まあ、内製をした場合は社員さんが、まあ、その仕事に携わっていようがいまいがお給料は発生してますので、まあ、表面に出てこない見えないコストとして人件費あるんですけれども、これ外注した場合にはその人件費が全部見えるコストになってきます。で、当然その外注先の設備の維持であったりとか、まあ、そのランニングコストも乗ってきますので、まあ、どうしてもコストが高くなってしまうというところで、 3D プリントの内製化というのは我々メーカーとして皆様にお勧めしております。で、まあ、無料のサンプルパーツとして、まあ、こちらの、ホルダーですね、単色紙のホルダー請求いただけるんですけれども、まあ、これのスタッツとしましては、これ100ミクロの積層ピッチで1時間45分936レイヤーで造形しています。で、材料の使用量は 17.85ミリリットル、レジンカートリッジ1本が1リットルになりますので、まあ、メーカー希望小売価格で単純計算するとコストとして材料費471円という形になっております。で、まあ、先ほど大型機のフォームウォッシュ L、キュア L をご紹介しましたが、こちらが従来の普通のデスクトップサイズのウォッシュと、キュアですね。まあ、ESD レジンをご利用いただく場合は、できれば、専用のこのウォッシュを使っていただいた方が、まあ、後で使っていただくと、この ESD レジンの黒いものが色移りしてしまって、洗濯機で、ちょっとジーンズの色が移っちゃうみたいな形になりますので、できれば専用で使っていただくのをお勧めします。では、私の方で、こちらの方まで、お話をさせていただきましたので、まあ、最後何か、皆様からご質問等ありましたら、下の Q&A のところからご質問いただければと思いますが、何か、ございますでしょうか。じゃあちょっとこの司会の方をまた鶴さんに一度ここでお戻しできればと思います。よろしくお願いします。須藤さん、ありがとうございました。一つ、たまに質問いただくところで、お伝えを忘れていたところがあるんですが、フォーム3プラスに、フォーム3からアップグレードしているんですが、これ製品の価格は据え置きになっていますので、フォーム3をお買い上げいただいたときと同じ価格でフォーム3プラスもお買い上げいただけるようになっていますので、まあ、こちらちょっと Q&A に先駆けてお伝えをしておきます。
何か、まあ、こういった営業面のお話でも、技術面のお話でも何かありましたら、遠慮なくこの機会にご質問いただければと思いますが、いかがでしょうか。すいません、今画面ではコメント欄へご質問くださいというふうに記載されているんですけども、 Q&A もしくはチャット欄でも大丈夫です。一応Q&A という欄からご質問いただけたら匿名でご質問をいただけるようになってますので、もしクローズでちょっと相談したいということがあればそちらでいただけたらと思いますし、まあ、もしあれでしたらまたこの後でフルレイさんの方だったりにまたお問い合わせいただいても、まあ、プライベートでいろいろとご相談いただいてご対応いただけると思いますのでよろしくお願いいたします。ご質問はないですかね。なさそうですかね。はい。ボルトナットを組んだままで、印刷が可能でしょうかというご質問をいただいていただきました。ボルトナットを組んだまま。つまりアセンブリパーツを、まあ、一体造形して。一体造形できるかっていう話かと思うんですけれども。そうですね、ボルトナットを一緒に造形するってことですかね。組んだままということなので、まあ、データ上でそれが組まれたままでっていうことですかね。そうですね、おそらくそういうことだと思います。今その過程でご回答すると、SLS の方であれば可能なんですけども、まあ、SLA の方だとちょっと難しいかもしれないですね。まあ、別々でその横に置いた形で造形をしていただくという方がよろしいかと思います。はい、ありがとうございます。現在 SLA では、一体ものアセンブリパーツは造形できないということですね。はい、2つ目のご質問なんですけど、ホーム2では、定期的にガルバのミラーのクリーニングが必要でしたが、ホーム3でもクリーニングは必要でしょうかというご質問をいただいております。ワンさん、今これ回答してもらうことできますか。我々 のアプリケーションエンジニアが今日おりますので、じゃあワンに一応こちらでバトンタッチできたらと思いますが。はい、じゃあ私ワンから回答させていただきます。基本的にはフォーム3は必要ありません。まあ、造形の、量によって変わるんですけども、その定期的なメンテナンスというか、そのクリーニングアートのメンテナンスというか、フォーム2よりもフォーム3ははるかにちゃんとしているものなんで、そこまでクリーニング、定期的なクリーニングは必要ありません。という形です。まあ、我々オフィスにもこのフォーム3プラス、フォーム3もあるんですが、置いて造形いろいろやってるんですが、正直やったことないっていうのが正直なところです。なので、まあ、今の1の回答通り、通常特に必要ないと思われます。ワンさん、ありがとうございました。先ほどのボルトナットのアセンブリパーツの印刷の件なんですけれども、印刷した後で回転して外すということもおそらく一体造形されてしまうの で、ね、はい、SLA 光造形のプリントではなかなか難しいというふうなことだと思うんですけれども。あ、すいません、ちょっとこの質問私ワンから一応補足させていただきます。基本的には先ほどうちのスードが、ご紹介しました通り、 SLA は造形意識を基本的にはパーツバイパーツという造形ですね。
一体型造形とか、なんか組んで造形とか、SLA の世界にはあまり通用しないという現状です。で、SLS としたら、もちろんこれも、造形物、によって変わるんですけども、基本的には我々の推奨もパーツバイパーツという、造形になります。はい、マーさん、ありがとうございました。今、もう一ついただきましたね。触法体を傾けず、底面にサポートをつけた状態で造形すると、サポート面が平面にならないのですが、どうしてでしょうかというご質問をいただいております。底面がどの面になるのかな。どうしてもこれ文字ベースだと分かりにくいですよね。傾けずにということなので、直方体なので立方体と違って、この面が長い方と短い方があると思うんですけども。直方体の直方体にしろ、立方体にしろ、その平面を、プリンターの面と平行に造形した場合、サポートが、その垂直方向にならずに傾いてしまうっていうことじゃないでしょうか。はい、ちょっとワンの方から今お答えしようとしているようなんですが、ワンさん、今ちょっとミュートになってるみたいですけど、今大丈夫ですか？はい、すいません。ちょっと、この質問に関しては、一応図面、詳細図面見ないとそこまで詳細化できませんので、もしよろしければ、なんかちょっとイメージ図をいただければ回答させていただきます。我々プレフォーム中の調整、ちょっと同じ立方体でもそれぞれサイズによって、そのなんか、つけた状態のなんかちょっと微妙な差があるので、一般的な回答はちょっと難しいところです。なるほど、ワンさん、ありがとうございます。すみません、ワンさん、サポート材に関してなんですけど、一般的にサポート材は傾いた状態で、モデリングされることが多いような気がするんですけれども、それの理由みたいなものを一般的なお話ししていただくことってできますでしょうか。重力の計算です。なるほど、重力、重力を考慮した場合、傾けた方が造形しやすするい上でです。しやすいし、綺麗にもなりやすいというふうな認そういう識ことで。です。おっしゃるなる通りほでど、す。ありが基本とうご的ざにいまはそういうす。発想でした。はい、すみません、今のご質問に関して、詳細に回答させていただくために、やはりモデルが必要になるということなので、もしよろしければ、私どもでも大丈夫ですし、フムラブズさんの方でも大丈夫ですので、モデルをいただければと思います。はい、ワンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。実際、ちょっとなかなか 3D のモデルも業務で使っていただいているものだと社外に出しにくいということもあるかと思いますので、ちょっそとうです今ね。の文字ベースでの、コミュニケーションなので、ちょっとすいません、私どもとしてもどう受け取っていいかというところが迷うところがありますので、もしちょっとシリアスにお悩みでしたら、一度ブルレイさんの方にお問い合わせいただければ、我々一緒に、ちょっと何かしらご提案できることがあればご対応させていただきたいと思いますので、一度、今日いらしているので、ブルレイさんのお問い合わせ先ご存知かと思いますので、一度ご相談いただければと思います。分かっていただけました。ファンさんの説明がご理解いただけたということです。そうですね、テクニカルなご質問、今現在、ワンさんへのご質問でもいいんですけれども、また後日わからないことがあれば、弊社ブルーレイのサポートチームの方に問い合わせていただいても、お答えできるかと思いますので、その場合はメールで、サポートアットマーク
ブルーレイ COJP という専用のメールアドレスがありますので、弊社のウェブサイトの一番下のフッターの部分にそのアドレスが記載されておりますので、そちらからご連絡いただければ幸いでございます。他に質問ある方はいらっしゃいませんでしょうか。今日メーカーの方に直接質問できるチャンスなので、ぜひあればよろしくお願いいたします。そうですね、もう特になさそうですかね。はい、ではご質問を締め切らせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、先ほど鶴さんもおっしゃっていただいたように、また何かしらご相談ご問い合わせ等ありましたら、ブルレイさんの方に、ご連絡をいただけたらと思います。はい、はい。最後にアンケートフォームウェブナーが終わった後にアンケートフォームが飛ぶかと思うんですけれども、そのアンケートをお答えいただいた方に本日須藤さんの方からご説明いただきましたホームラブズ様の資料を PDF の形式で差し上げ、メールで送らせていただきたいと思うんですけれども、差し上げますので、ぜひアンケートにお答えいただければと思います。ご清聴ありがとうございました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。